七ボタ。身近にあるあんなことやこんなこと、大分のすごい子供たちや将来役立つかもしれない七ボタの情報を紹介しちゃう番組です。皆さんこんばんは。今日から始まりました新番組七ボタ、ナビゲーターの財前真由美です。さあ今日はどんな七ボタなんでしょうか。早速行ってみましょう。今回訪れたのは大分クライミングジムダイブ。子供から大人までボルダリングが楽しめちゃいます。大分クライミングジムダイブと申します。未経験者でも十分登っていただけますので、ぜひお越しください。今日ボルダリングについて教えてくれるのは森葵、12歳です。よろしくお願いします。じゃあ早速なんだけど、実際にやってるとこを見せてもらってもいいですか。はい。葵くん、ちょっと待って、これ分かります？まっすぐじゃないんですよね。こう前に迫ってくる感じ。はい。この角度を登っていくってちょっと大人でも怖いかなと思うんだけど、じゃあお願いします。はい。おっと、すごい。葵くんのおでこにつけたカメラで見てみると壁が迫ってくる感じがするよね。どこに力使ってんだろう。今どこに力を入れてるの。今腕と足に力を入れてます、うん、腕と足。おお、おお、葵くんすごいなあ。っという間、ぶら下がった。わー、伸び降りてきた。難易度的にはこうレベル何ぐらいなの。これは6です。おお、何まである。1級と初段まであります。初段まであって、これが6級。はい。いや、私多分これ一歩も上がれない自信があります。行ってみようか。葵くんに教えてもらいながら、財前さんもボルダリングを体験。頑張って。ダメだこれ。一歩も出ない。やっぱり難しいんだな。絶対無理こんなの。最初、はい、なんで始めようと思った。はじめお兄ちゃんが学校の部活でやってて、それで僕も一緒にやって、で、まあ楽しかったから始めました、うん、何年生の時？3年生の秋ぐらいからです。はじめ登った時はもう全然登れなかったんですよ、うん、そこからどんどん登ってって、で、まあ登れるようにどんどんなっていきました。じゃあボルダリングの一番の魅力ってどんなとこ？何回も練習して登れた時が一番嬉しいから、まあそこが楽しいです。目標ってある？いつか大きな大会に出て大分の代表の選手になることです。オリンピック競技にもなっているこのボルダリング、世界で活躍するような選手になってね。今日は葵くんとボルダリングをご紹介しました。次回はどんな七夕に出会えるのかお楽しみに。ゼロです。